ドッグメンタリー102回目。今年初めてボイセンベリーのジャムを妻が作ってくれました。ちなみに昨年は6月10日に作っています。さらにローラの森の動画で探してみると、2021年クックバニで動画を作ってました。剣心とミッドナイト散歩。水が入った田んぼの上を風が、カエルの合唱団を、剣心のおぼつかない足を、尻尾を、僕の顔を、体を気持ちよく冷やしてくれて、見上げると街灯の明かりの中で星が申し訳なさそうに光ってて、その申し訳そうな光の中をジェットの点滅が横切っていく。どこに行くのだろう。
ご視聴ありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ミッドナイトの散歩は気持ちよいけど習慣になってほしくないなぁと健信パパが言ってました。僕健信はバギーが気持ちよかったよ。次回も見てくださいね。